はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。ダストン、ヒューザ、フーラ仲間になりました。4人パーティーになるとね、やっぱり安定感が出てきましたね。では、今日は、オーグリード、そしてフクランドのクエストをクリアしていきましょう。レベルは、主人公は29。で、他が26となってますね。普通ではありえないぐらいレベルが上がってます。でもこれぐらいないと勝てないんだよ。では行きましょう。ギルギッシュ。問題はエイドスなんだよね。エイドスが多分ワンパンでやられそうな気がする。うん。前回のこの1個手前のボスでもエイドスすぐやられたんだよね。なんで全体攻撃やられるとマジでやばい感じです。ヒューザがもうテンションマックスなりそうなので、バイシかけとこうか。で、ヒューザをメインアタッカーとして、いこうかな。ハヤブサ斬り。できれば、サミダレ斬りの方がいいんだけども、まだ覚えられないんだよね。おっしゃ！全然いいよ。全然いい。あ、200超える。200超えれば OK。で、フーラの、暗黒の風、これでね、結構安定しだした。MP 消費はかなりすごいんだけど、でもね、敵の弱体化がものすごく、役に立ちますね。あれは絶対いる。ルカ、いやいや、ルカにはもったいないね。うん。ダストンで、シールドブレイクしていった方が良さそう。どんぐらいいく？224、OKOKOK。で、これでシールドブレイク。OK、守備力下げた。これでやっていった方がいい。で、こいつ息吐く、吐かんか？なんか氷の攻撃してきたような気がするんだけども、ブレスどうだろう？まあいいか。ちょっと待って、真空波、MP 消費42なの？いや、これは使わんわ。うん、これは使えない。マジックバリア。こいつなんだ、魔法か、それとも息か、どっちか分かんないな。まあいいや、とりあえず、うん、息耐性を。あ、よかったー。でもダメじゃん。違うの、物理なの、あれ息じゃないんだ。まあまあいいや、とりあえず。おし、356、いいダメージ。いやー、やばいな。転ぶんだ。ナイス、ホイミ。まあ、とりあえず攻撃していった方がいいよね。で、フーラも立ち上がるんで、フーラで回復を入れましょうか。これ、スタンショットとかね、そういうのが決まってくれば、だいぶいいんだけども、さすがにボスには効きづらいか。いけ、回復。本当にね、いい回復。やばっ、めちゃくちゃ効くじゃん、エイドス。やばい、やばいやばいやばい。これ弱体化切れると速攻やられそうだね。やばっ、これダストンでもう頼む頼む、転んでくれ。よっしゃ、ショック与えた、ショック与えた。ナイスナイス。これがあるからダストンは最高だね。ハンマーダストンマジ最高。ドルマナイス。で、こっからしっかり攻撃入れていきましょう。どうだ、主人公でも200近くのダメージいくし、ヒューザでは300超えるからね。オッケー、いいよいいよ。いや、しっかり回復してた方が良さそうね。完全に回復を入れてた方が良さそう。いい、ああ暗黒の切り忘れとった。次入れよう。いや、弱体化させんと本当にやばい。いや、これフーラなしでここいけないでしょ。どうや、無理か。暗黒の風、もうほんとこれよ。
あー消されたけどもまあいいか。いいね。おお、もう倒せそう倒せそう。ちょっとレベル上げすぎたのかもしれないね。あと2ぐらい下でもいけたかもしれないけども、まあまあ安全のためにねこれでいいんではないでしょうか。もう無理だよね、休みにはならないわな。一応回復、いや真空波一回入れてみよう。どんぐらいいく ?108 たった、そんだけかい。ならなんか支援を入れてた方が良さそうですね。でももう倒せそう。うん、あいけ、ダメか。おーっしょ、いいよ。やっぱりいい、やっぱりいい、やっぱりいい、いいね。ダストンがものすごくね役に立つ。よし、ナイスダストン。行きましょう。そんな大したことはなさそうなんで、まあ気をつけることもないか。あー、ナブレットがレベル15、まあやられないようにしないといけないけども、どうしてもやられちゃうんだよね。仕方ない。どんぐらい、ああ147。あ、ということはバイシーをやっぱ入れた方がいいね、ヒューザーには確実にさ。で暗黒の場でももう大体やることが決まってきたな。やることが大体決まってきたよ。メラミ、おお、まあまあのダメージ。おやばい。で、どの200ぐらいいか、まだいかんか。まあ、やっぱ2段階上げてからのダメージだな。別に何もしなくていいか。ドルまで攻撃していこう。おお、いいね。そうか、テンションマックスだからね。はいはい、ダストンもねゴッドジャグリングとか覚えさせてあげたいけども、まだスキルポイントが全然足りないんだよね。おお、効いた、いけ。あ、でもそんなに大したことないな。よし、やっぱダストンよ、ダストン。本当に、いやー、やっぱねこう縛りをかけてやるとダストンのね重要性が本当にわかるね。デバッファーって本当に役に立つんだな。にしても敵、HP 高いな。まあまあそうか、そりゃそうか。よし、次でもう一回暗黒の霧を入れた方が良さそう。いいね、入れたがいいね。わあ、メラミのはなかなかやっぱりダメージがあるけども、ちょっと待って、ここはあ、ない、あ、あったあったあった、水水水。まだねベホイミ覚えてないんだよね。普通のホイミじゃ回復が全然なので、ナイス会心、いけ。まあまあまあ、そのうち聞くか。ナブレットもう MP ないよ、使いすぎでしょ。よし、まあ通常攻撃してて、いけ。まあ特に問題なくいけそうね。今までのボスに比べれば別に強い攻撃もそんなにないしね、大丈夫そう。あー、一度回復入れるか、念のためね。何もしてこないとは思うけども、さすがに効かんでしょ。おお、なるほど、それがあるんだ。なら守り、いや守りの霧じゃなくていいか。うん、回復を都度入れていって大丈夫。ナイスショック、ナイス。いやもうこれダストンは絶対外せないね、縛りプレイでは。
うん、普通に行く時ではダストンはねなくてもいいかなっていうところだったんだけども、縛りを入れた時のダストンの強さよ本当に。バイシュは入れときましょう。でドルマあんまりダメージないな。フーラは完全に支援に回しても良さそうだね。イオラか。おい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 、ちょっと本気出してきやがった。マジックバリアとかないからね。てか HP がバカ高え。これやばいかもね。ちょっと待て、暗黒の霧を入れたいけども次で、あ、いいか、暗黒の風か、ごめん、イオラ使ってきても大丈夫か、呪文ダメージ減らしとるからね。いけるか。おお、ギリギリ、あぶな、ダストン頼みだな。ダストンでもうちょいもうちょいもうちょいスタン。あー、ダメか。安らぎでどれぐらいいくか。あ、まあ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 、そんなに回復すればいいでしょう。バカ野郎、いや、おお、あ、いや、でもでも下げてるから、下げてるからよかった。これ支援色が本当に重要だ。これないと無理だわ。MP はまあまだ大丈夫か、ギリだな。いや、ボケても無理だ。おお、効いてる。効いてるよ、嘘だろ。いけ。で、ここでもこれが入ってくればいいんだけど入らない。どうするか。回復だな。 MP 回復一回入れとこう。よし、まだ笑ってるね。 OK、 あ、もう勝つかもこれで。うん、よし。いやー、デバッファー最高。はい、ということでクリアしましたね。では次は過去か。過去世界のあいつは強かった気がするんだけども、まあまあもう少しねレベルを上げてい、きたいと思います。でレベルがね、ヒューザ30になったら3枚おろし覚えるんだよね。そしたらば、ちょっとメタルでレベル上げてみようか。うん、メタルスライムで経験値が入らなかったんで、ちょっと怪しい気もするけども、まあ一度ちょっとやってみようと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。